2024年4月10日、吉野山の奥千本が、10日には、満開との現地観光協会の開花予想を知り、同日、久しぶりに早起きし、大阪メトロ御堂筋線で、天王寺、近鉄阿倍野橋駅より、南大阪線で橿原神宮前駅を経由し、現地入りしました。吉野山は、奈良県の中央部、吉野郡吉野町にある吉野川南岸から、大峰山脈へと南北に続く約8キロメートルに及ぶ尾根続きの山稜の総称、または、金峰山寺を中心とした社寺が点在する地域の広域。地名で、標高は、中千本で350メートルから455メートル、奥千本で600から750メートルで、一般的には中低山です。一口に、吉野山の桜が満開と言っても、すべての桜が一斉に満開になるというわけでもなく、約3万本の桜が植えられていると言われており、区域により、低いところから、下千本、中千本、上千本、奥千本という名称で呼ばれています。吉野山の桜は、1300年もの歴史があり、御神木として崇拝され、手厚く保護されてきたところが大きな特徴です。日本古来の山桜を中心に、約200種、3万本という、世界に類を見ない規模の桜が咲き誇り、その光景は、千本桜、一目千本等と形容されてきました。例年であれば、桜は3月下旬頃には、下千本エリアから咲き始め、徐々に山々を桜が埋め尽くしていきますが、今年は2週間ほど見頃が遅れました。近鉄吉野駅前からシャトルバスで、中千本の竹林院に一気に上がりますが、下千本は葉桜になった木々が散見されました。
といっても、圧巻は、世界遺産、吉水神社から見る、一目千本と呼ばれる桜景色で、ここからは、中千本と、上千本の桜を一度に見渡すことができ、実に雄大な桜風景が堪能できました。